本当に、その本当にみんなの、ちょっと慰めてほしい ファンの皆さんだけ、まあ、本当に大丈夫だよって言ってほしいわ。本当に、いや短いよね、本当に短いよね。高っぴさん、ありがとうございます。ありがとう お世辞でもありがとう。いやでも本当にさ、なんでなんだろう、私本当にうまくいかない、美容院なんでなんだろう。歌あちさん、ありがとう。本当に私なんかね、美容師さんと意思疎通ができないね。あ、カレンちゃん、ありがとう。だからもうショートが好きだよっていう人にはに向けた髪型、もうこれは タガッピさん、ありがとう。そうなんだよね。短いよね、やっぱり。やっぱ夢じゃなかった、現実だ、これはもう。メンバー合ってないね、いつも行ってるとこなんだけど、なんか私指名しないんだよね。指名しないから、もうなんか誰でもいいやってなって、いつも行くから。そう、落ち込む要素なくない？本当に？いや短いのよ、わかります？この短さ。ショート女子やん、ショート女子です。ボブじゃないよ、ショートだよ、もうショート女子。まあもういいよ まあ秋冬はなんかそういうあったかいものを着るじゃん、でここら辺がこうなるから短い方がいいよねっていうことはもうそうします。であとは伸びてくれるの、待つしかない。クピグさん、ありがとう。いや、すいません 気使わせてしまってすいません。トロッピさん、いや、わかる、ニットパーカー、確かに。広い会場では見つけやすいんですよ。まあそうだよね、そうだよね、そう思って、そう思うことにします。なんかね、なんか微妙な長さだったのよ。そう、でもなんか微妙な長さが一番嫌いなんだけど、だからね、ちょっとだけ整えようと思ったのね、こんな感じでみたいな、なんか参考画像みたいな、こんな感じでみたいな、それが良くなかったのかな。なんか本当に長さあんまそこまで変える予定なかったんですよ。そうで、私鏡見ないの、やってもらってる時鏡を見ないんですよ、もうなんか雑誌見てるんだよね そう、鏡見てたら気まずいじゃん。だから普通に雑誌見てて、なんかもう大体切り終わったなぐらいの時にパッて見るんだよね。そしたら「ん？」と思って私そう、こう切り終わったかなぐらいの時に一回見たら、あ、
ちょっと待って、え、大丈夫そうと思って大丈夫そうと思って、あ、ちょっとこれ、え、でちょっとなんかさ、髪の毛とかさ落ちてるじゃん、どんぐらい切ったか見えるやつ、切ったやつがこう落ちてるじゃん、それ見た時に、え、ちょっと結構なんか長くないと思っていや待って、でも一旦気のせいだよねってなるじゃん。今まあまあまあ、まあ、ね、あの乾かしてたり、あのなんかアイロンとかしたらまあ変わるでしょってちょっと思ってたんだけど、うん、全然そう、なんかもう切っちゃったらもうどうにもならないじゃないですか。だからもう、身を委ねようみたいな、この美容師さん、もうこれはもう運命というかもうそう逆らえないってなって、もうなんかそのままにしちゃうのよ私。なんかどっか気になるとこありますかって言われても、あんまりそのなんか後から訂正みたいなしないんだけど、そうなんだよ、多分それがいけないんだろうけど、葵ちゃんさんありがとう。あー、これはちょっとやばい、いやちょっとめっちゃ短くなってなって、すごい焦ったね。アイチを知ってから今日が一番好きかも。すごい最大の慰めみたいな感じだ。ストップ言えないかも。いや、そうなの、そうなんだよね。葵ちゃんさんありがとうございます。そうなんだよね、俺的にはかなり好みです。まあまあまあ、もうファンの方がいいって言ってくれるならまあ。ちょっと安心。クロちゃんさんありがとう。そうなんだよ、ヘアアレンジはねできない。でも。ハーフツインとかしようかなとか思ってるコンサートでこういう感じで、うん、しようかなとか思ってます。葵ちゃんさんありがとう。気にしないで余計に若くなったな、ね、わかる、言いたいことは。部活頑張ってる女の子、うーん、リンゴちゃんね、あ、リンゴちゃんね、リンゴちゃんの、うん、だそういう系ならできますアレンジが好きだったよっていう子もいるんだけどね、多分。まあ待って、伸びるから、はい、伸びるね。そうなんだ、すっきりしてんだよね。グッチさんありがとう。あ、そう、結ぶ系できるから、上結ぶ系はできるっていうことで、旦那み、あー、でも確かにね、もうそれはだから許されそう、普通に許されそうで大丈夫だと思うけど、でもね、クマさんはできる、できる、あ、そうなんだ、頭皮マッサージしようかな、めっちゃ好きだけどな、俺ずっとこの中でいいの、本当に
ありがとう、心の底からありがとう心の底からありがとう、元町さんありがとう。伸びるものがないわけじゃないから大丈夫ね優しい。いやそうだよね、うん、そうしよう、そういうことにしとこう。まあ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 、そういうことにします。たかっぴさんありがとう、ありがとう、ありがとう。今日はまあ自主練にずっと行ってまして、そう行って、まあ明日からコンサートまでリハなのでずっと続くので、もう一度さんにありがとう、福京さんありがとう、そう続いちゃうので、ちょっとね今日自主練しに行って、もうねとりあえず周年がねもう週末にあるんで、ね、ちょっとなんかどうだろう、ロデムさんありがとう、なんか2日間あるじゃん、2日間あるからなんかちょっと瀬戸りがごっちゃになっちゃってます正直瀬戸りごっちゃにはなってはいるんだけど、そういよいよね、まあ11月、そうなんだよね、終演です。なんかそう結構まあ瀬戸りとかもまあ違うので、うん、そうなおさらちょっと。なんかややこしいみたいなところはあるっちゃあるんだけど、楽しみ楽しみにしてね、まあお祝いながらな、11周年って HKT のお祝いなので、本当にパソコンを持っていかないそうね、頑張って終わった後のご褒美、ご褒美ね、スタバ飲みたいんだけど飲んでないな最近、スタバご褒美にします。ずっとね飲みたいって思ってるんだけど飲んでないんだ。240です。松さんありがとう、私あパジャドラあるね、23かクリームブリュレだって、あ美味しそう、まあ、私苦いのはちょっとあれなんだけど、23パジャドラか、
切りました切りました隠せない短さか。これはショット抜きね。ショット抜き、ショット抜き したことないわ。してみようかな。ブリュレ、ブリュレ、言いづらいね。髪染めて、見たいね。うん、染めては見たい。もとまちさん、ありがとう。短い。ショットっていうのはコーヒーのやつだよね。苦い、苦いとこだよね。苦いやつだよね。ショットって苦いよね。ラテじゃない、そう、ラテの部分ってことですよね。ショットは。いや私ラテ、ラテ感なくていいんですよ。ラテじゃなくていいの。もう クリームブリュレ感をまあ味わいたいけど、甘くて甘いのがいいとかで、ショット抜きたい。ホワイトモカね、美味しいよね。うん、ホワイトモカ、ホワイトモカはなんかずっと飲んだことなかったんだけど、日向さんに初めてなんか一口もらった時に、え、甘い、美味しいってなって、それから飲むようになったんですけど、最近はちょっと飲んでないか。クリームブリュレジュース、いや美味しそう。そのミルクだけ、ミルクだけになるね。キャラメルクリームはね、ちょっとすごいのよ。キャラメルクリームが一番いい。私もキャラメルラテじゃなくてキャラメルクリームっていうドリンクがあるんだけど、もうだからミルクです。あのコーヒー感ゼロの甘いやつで、すごい甘党さんにはもう超絶おすすめ的なやつです。そう、本当に甘いのが好きな人だけ飲んでくださいっていうやつ。糖尿病になる人ってどういう、どんぐらい一日にとってるんだろう糖分。糖尿病ってもうさ、もうよっぽどじゃないですか。
え、な、どんぐらい撮ったらあれなんだろうね。眠気覚ましはモンスターレッドブル期間限定1ヶ月。うわー、まあね、もうあれ最近ほんと飲んでないんだよね。あ、え、遺伝とかあるんだ。へえ。うーん、私の家系は、まあ、糖尿病なってる人いないかも。髪切ったんです。ビール？インフルエンサー。コーラ。葵ちゃんさんありがとう。なんか、あ、な、聞いたことある。なんだっけな、え、すごい食べてないのに、あ、じゃあ食べてるのに痩せてっちゃう人とかって糖尿病疑われるみたいなありますね。なんか聞いたことあるの、本当かわからんけど本当なのかな。ね、あ、やっぱそうなんだ。痛風とかもなんかね、担任の先生がなってたね。なってたね。ソノちゃんとか食べても綺麗で、すごい。ソノさんは食べるのすごい好きで、よく食べてるイメージはあるんだけど、でもめっちゃね、努力してましたね。努力してたっていうか、なんか最近太ったんだよねとか言ってたら結構控えてらっしゃったよ。サラダ食べてとかしてらっしゃったから、お正月の後とかそういうのしてらっしゃったから、あ、やっぱそういうなんか抑えてるところは抑えてるんだなって思いました。え、女性なんないんだ。髪の毛いつ切ったの？今日の、あ、今さっきってさっき今日の夜切った。髪切った？あとみんなに言われる。はい、こんなはずじゃな、こんな短くすると思えなかったです、すいません。落ち着かん。オタクは病気に詳しい。そうなの？うん、なんか髪の毛切った時って触っちゃない？なんか触りたくないけど触っちゃない？落ち着かなくない？
って何回もなんか鏡とか見ちゃわない？これあるあるだと思うんですけど、女子特に男性の方はあんまなんか気にしないみたいな方多いのかな。プリンタイガーが私全部好き。そう、でもさ年中無休で食べてるわけじゃないからいいよね。って思います。年中無休で痛風のあれ何そういう牡蠣とかプリンタイなあれをなんか食べなんか冬じゃないよく食べるってなると、うん、だから全然気にせず食べちゃいますね私は。頭皮を気にめっちゃわかりますですよね。たまにならねいいかなって思います。でも私イクラはそんなに好きじゃないんだよね。もともとイクラはそこまで、うん、だからあんま食べる機会ないです。牡蠣小屋行ってみたい。行ったことないですね。うん、一度は行ってみたいんだよね。でもさ、なんか柿は糸島の方とかちょっと遠いんだよな。伊沢さんありがとう。車で行かないとちょっとあれなので、家族が来てる時じゃないと行けないなみたいな。せいちゃんありがとう。あん肝やばいんだ。美味しいのにね。柿は苦手だったけど好き今は。私はランニングしたらでもなんか良さそうだけど、今遠いは遠いね遠いは遠いと思うけど。葵ちゃんさんありがとう。そっか、マイコムさんそこ運転できるのか。でも友達がねこっちにいたら車で連れてってもらえるのにな。うん、なんかさ周りの友達、地元のね友達とかはもう結構みんな女の子でも、まあ、運転できる子もまあちらほらいるんですよ。なのでいいなって思うんですけど、ハルタさん免許取ったすごい。免許取りたいねって思うんだよね。そう、免許でも取れないんですよね。在籍中はちょっとね取れないっぽいので仕方ないね。でも確かになんか、まあ、事故しちゃったりしたら怖いからねって思うんだよね。ライブで見つけやすそう、うん、メリット見つけやすい。これに限る、これに尽きる疲れすぎて食欲湧かなそうだよ。いやそうなんだよ、あのね走った後ってね食欲湧かないんだよね。在籍中取らないと取れちゃうんですよ。そんなことないでしょなんでよ
全然卒業したら取ります、取る予定だよ私は。取ってもいいけど免許取ってから運転するの、あそうなの。でもさ取ってもさやっぱ運転しないと下手になるじゃん。だったらまあ今じゃなくて、別に運転できないならまだ今じゃなくてもいいのかなみたいな思うけど。うわコストコそうだよね、車で行きたいよねっていう、なんかいろいろ買ったら車が楽なんだよね、持って帰るのあれだし。ペンギンさんありがとう。そうそうそう、本当に運転忘れちゃうんだって知れないと怖いよね怖くなっちゃうから、なんかもう、うん、今はいいかなみたいな、ね、なのでまあ将来撮ります、いつか撮る。でもねなんか最近の若者免許持ってない人多いらしいよ。性格変わるだ変わるかな。車横転して怖っ、怖いよ。年に2回くらいしか運転、やっぱそういうもんだよね、そういうもんだ。まあだいたい電車バスで行けちゃうからね。まあ、でも身分証とかはね、うん、まあなんか運転免許証見せたらいい。でも私パスポート取りたいんだけど取り方が分かんない取るつもりはない。あそういう人もまあ多いらしい、若者増えてきてるらしい、なんか車使わない人が増えてきてるみたい。でそうパスポートはなんかまあね海外とか行けるようになってきてるからいつかのためにパスポート取りたいんだけど、どうやって取るんだろう。なんかさ申請出さないといけないんだよね。で何週間かかかるよね、時間かかるよね。どこだっけな、市役所とか区役所とか行かないといけないのかな。パスポートセンターでどこにあるの分かんない。2週間くらい、あそうなんだ。やっぱうわ会社負担でしょ、いいね。パスポートセンター、葵ちゃんさんありがとう。ショート似合ってる、 ありがとう、ありがとう。上がってて早ない？いや、はずい。いやなんだけど、はずいよ。アクロスにある。あ、そうなんだ。天神アクロス。
ったら、海外はね行きたいんだよな。でも行きたいって、でも韓国とかさ行ってもさ通訳の人いないとさ無理なのかな。無理なのかな通訳のねでもディミカとかと行ったらまあ大丈夫かもしれないけど、でも出前とかしたいんだよね。普通にホテルで韓国の出前とか、あとはまあコンビニとかで買いたいとか。そんなにね、その会話使わないんじゃないかってちょっと思ってるけど、ミミミさんがまあいるからね。そうなの？全然なんとかなった。HKT の方の配信初めて見ましたって。ありがとう。嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。あ、皆さんがね、いらっしゃる。確かに。なんか仕事で行きたいね都合が良すぎるかもしれないけど、そのお仕事でみんなメンバーと行きたいね、海外に。あ、行きたいのよ私、海外に行きたいの本当に。いや、なんかアメリカ、ニューヨーク、タイムズスクエア、あそこ行きたいんですよ。最近なんか見て、テレビでね見て、うわいいなと思って、そのうわなんか海外の方いっぱいいてさいいなと思って。グアム、そうなんだ。そう、スタッフさんもいるし安心だし、メンバーと写真とか撮って、まあ、絶対楽しいじゃんと思って、まあ、韓国かニューヨーク、ハワイとかまあ行ってみたいね。行きたい、とにかく海外に行きたいです。チロシさんありがとう。葵ちゃんさんありがとう。乗り継ぎでしか行ったことない。いいなぁ。でも海外は行ったことあるけど、本当に小さい頃なので、記憶にないのよね。そんな時に連れて行ってもちょっと、連れて行かれても困りますね。わかんないんだもん記憶にないのよ。ニューヨークはねちょっと怖そうだよね。まあだからお仕事で行きたいという感じで。韓国ね、いいね。まあ一番近いところはまあやっぱ韓国なぁと思ってます。いやね、本当にそう行きたいな。何で行く、飛行機、台湾もね、なんかご飯が美味しくってっていうのは、日本人の方は結構観光行くイメージ。結構お手軽、すごっ。
いいね。韓国船でもいいけど、多分さ飛行機の方が今格安で行けそうな気してるんだけど。どうなんでしょうね。ワールドカップ始まるんだ。台湾とベルギーの知り合いの男がいるからなんとかあ、でも韓国にねファンの方いるわ、女の子で言っても愛知さんって言ってくれる。愛知さん可愛いよ、頑張って。すごい、でも結構ペラペラ喋れる日本語。その方がいるからちょっと案内してもらう。ベルギーもいますファンの方多分一緒かも、同じファンの方かも。愛知さんで今見てくれてるかも、ショール。韓国のね女の子いるのよ、手紙とか送ってきてくれるし。愛知髪切ったとバリかわいいし、切ったと切っちゃったと、うん、イサオさんありがとう。間違いなく同じだと思う。だねですね日本語上手いんだよな。でもお前もやばい。英語どう？こっから声入れてないね。だから、まあ、韓国ベルギーはまあ確かにベルギー確かにな、ちょっと行ってみてよベルギーベルギーレポ待ってるね。ワールドカップ明日からなんだ。もっとしゃべください。気が向いたら送るお菓子の国でしょうね、最高だね。まあチョコとワッフル、まあ、それはまあゲットしたい、ゲットして食べたいね。韓国のコンビニがいいらしい、ほんといいらしいっていうか、なんかコンビニ、いやすごい美味しいらしいよコンビニね。もう普通にトッポギとかも売ってるし、スイーツとかもすごいいっぱい売ってるし、いいらしいんですよね。コンビニでさそんな美味しいものか。でもなんか韓国の人からしたら日本のコンビニ商品めっちゃもう全部美味しいみたい。 YouTube でね食べてる韓国の方いたけど幸せみたいな感じで言ってたから、なるほどねみたいな。やっぱ日本もやっぱレベル高いのかなって思った。副業さんいいね、ありがとう。MJ さん、あ、ありがとう。ガラスの靴、ありがとう。ドンキの韓国コーナー好き。わかる。なんかね、韓国のお菓子ってなんか全部美味しいんだよね。すごいと思う。あと、私でも結構もちもちしたものが好きなので、多いな多分韓国は。めちゃうまコンビニスイーツありそうだよね。うん、そうなのよ。なんかよく見ちゃうんだよね韓国の方のあのなんか商品紹介みたいなそう見ちゃうんですけど、めっちゃ美味しそうなんだよ。日本のコンビニの方がさらに美味しそうなんだ。ズッキーさんありがとう。ありがとう。うん、ビーバップさんありがとう。
青いロゴのコンビニってプリン、青いロゴのコンビニ、ローソンローソンかな、ローソンなのかな、プリン、ローソンのプリン、美味しいんだ。え、じゃない、それともプリンのラベルが、パッケージが青いってこと。パッケージが青い文字でみたいな、このどっち。あ、それそれだ、デザートはローソンって。え、ローソンのプリン私食べたことないかも。え、何のプリンだろう。コンビニによって違うよね、あの、うん、確かにファミマ、セブン、ローソン全部プリン出てるけど、あるけど確かに違う。あおいちゃんさんありがとう。あお、うん、韓国にお出かけする番組いいね。なんとまたかわいくなってるとは嬉しい嬉しい。私滑らかプリンだな、好きなのは。滑らかプリンが好きだけど、なんか食べた感覚ないんだよね、滑らかプリン。食べてるなんか感覚ないぐらい滑らかすぎて、ちょっとね、食べ応えはないんですよ。味は好きなんですけど。さおさんありがとう。セブンとローソン、まあまあなんか強いよねスイーツは。でもファミマのたい焼き、たい焼きなんちゃら、たい焼きのスイーツは、まあえ、たい焼きのスイーツ全部あるんですよ。3個ともとコンビニあるんだけど、一番ファミマが好きですね。うん、あ、牛乳プリン美味しいんだよな。セブンの牛乳プリンはまあ確かに美味しい。食べたことない人ね、一回食べてみてほしい。まあプッチンプリン結局ね、でも焼きプリンとかはね美味しいよね。焼き鳥、うん、コンビニね、コンビニのレベルは高いんだろうねきっと日本は。とりあえずまあ私は韓国のコンビニに行ってみたいですえ、冷凍美味しそうだね。うん、ね、サイゼのイタリアンプリン、あの硬いやつだよね、食感固めのやつ。私固めのプリン好きなのが、滑らかプリンは好きだけど味はとっても好きです。でも硬さ的にはイタリアンプリンぐらいがまあ好みっちゃ好みかな。うん、好みな硬さではあります。なんかちょっと食べ応えがある感じの方がいいかな。なめらかプリンは本当にね飲み物なんだよ。プリンアラモードチソープリン熱いな、やだなあれも、本当トラウマなるよ。プリンに対してトラウマを抱いてしまう。巨大なプリン、巨大な、うん、あるね。でもなんかプリンってそんな
いっぱい食べなくていいなってなっちゃうんだよね。なんかまあ多分このサイズだからちょうどいいみたいなとこあるよね。あんこパン焼き、うわーいいね。だ冬の韓国行きたい。でも寒いよね。でも大地さんありがとう。自分で作るハウスのプリン、なんだそれなんだそれ。大地さんありがとう。プリンの木成城石あるんだ。そんな、適量がいいよね。冬やっぱ寒いんだ。まあでもすごいなんかダウンジャケット着れば大丈夫なのか。今日もすごいんだろうね、寒いんだろうね。ズッキーさん似合う、ありがとう。なんかもうなんていうの、おしゃれできないね多分。おしゃれできないか。ホイップクリームが乗ったゼリー、うわ、合う。ゼリーとホイップ合うかな。無性にプリンが食べたくなる。年に 1,2 回だけプリンが食べたくなる時が来ますね。開封速混ぜますか。混ぜない混ぜてる子いたな。でも分かれるよね。マジで防寒しないと。なんか顔とか出せなそう。氷点下10度氷点下10度はもうもう、舐めてたらダメな寒さですね。コーンスープになってくと、下のお昼ご飯プリンにしようか。プリンはデザートだよご飯じゃないよデザートだよ。顔とかでも出せない。マスクして耳当てしてマフラーしてなんか帽子かぶってとかしないとダメだね多分。こんばんは。あ、もう9時15分過ぎて、きゃー、明日の確認もしなきゃな。まだちょっと明日からか、明日からもうツアーまで、あ、ツアーじゃないコンサートまで。もう休みがなく、あれですわ、突っ走りますわ。カメさんファイト、キヨさんありがとう、葵ちゃんさんありがとうね。来年までもう時間がない。頑張ります。リハがね、なんだかんだやっぱね大変かつ大切なんで、もうちょっと集中した1週間になるかなと思ってます。頑張らねば。誰か言ってください、ありがとう。じゃあランキング見ます。13位福清さん、12位ひろゆきさん、11位なおさん、10位ヘルシアさん、9位クロちゃんさん、8位サティさん、7位 MJ さん、6位ヨタアチさん、5位イサオさん、4位ズッキーさん、3位フクピグさん、2位アオイちゃんさん、1位タカッピさんです。でもマラソンちゃう。あ、違う、そうなんだよ。26、27、28。そうなの。制服の目ないんだよね。ちょっと
がに悲しいんだけど。ズッキーさんありがとう。じゃあまたね、ありがとうございました。ちょっとこれ長いんだよね、この T シャツ、ロン T 袖の部分がもうマジで長すぎてさ、めっちゃ余っちゃうね。じゃあねー、バイバーイ。